おはようございます。こんにちは、こんばんは。バッスリな話でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、住民税4兆円減収に103万円の壁見直して村上総務省と題しましてね、こちらの記事読んでみたいと思います。村上誠一郎総務省は5日の閣議後、記者会見で国民民主党が掲げる年収103万円の壁見直しに関し、国税の所得税と同様に地方税の個人住民税の基礎控除額を引き上げた場合、約4兆円の減収が見込まれるとの試算を示した。4兆円か。消費税 1% もいかないんですね。もうちょっといくのかなと、バッスリな話は予想してたんですけれども。けど、これ減税ですからね、事実上の。私たちね、国民に対して誰が一番この制度に、恩恵をさあ預かるかというと、働いてる人なんですよ。家族を持ってる人なんですよ。つまり現役世代に対していいアプローチがあるということなので、非常にいいことだと思うんですよね。で、他の記事でもちょっと読んだんですけれども、約ね、税収が約4兆円落ち込むということで、地方が大変だみたいなことをおっしゃってるんですけれども、いや、全く大変じゃないですよ。じゃあ国債すればいいじゃんって話で、そうするとね、全体的な GDP の引き上げ効果があるということで、私たちのね、所得が増えることになりますので、これね、定数効果というものがありまして、仮にね、4兆円減税しても、市場のね、お金が4兆円増えれば、そのお金がぐるぐる回り、こうね、こうやってね、ぐるぐる回り出すと、これが家計率がまた上がってって、GDP がどんどん増えていくという可能性があるんで、逆にね、景気が悪くなってしまうと、このお金の動きが悪くなってしまって、こうやってゆっくりになっちゃうと、税収っていうのは下がってしまうものなんですよ。つまりどういうことかっていうと、税収っていうのは、増えたり減ったりするのは当たり前なんですよ。つまり、一定の条件っていうふうに定量的に税収っていうのは考えてはいけないと。そういった経済の基本を分かってない人がこうね、試算すると、4兆円が足んなくて、やれ大変だというね、こういった固まった考え方になってしまうんですけれども。なんですかね、好景気の時は税金を上げてください。景気の過熱を抑えるために。で、こうやってね、今、不景気ですからね、デフレギャップがあって、皆さんのね、GDP が伸びてない状態という時は、減税を行って、財政出動もいいんですけどね、しっかりね、お金を回していくと、こうやってね、お金回していくと、経済も回っていくということなんですけれども、こういうね、試算っていうのはなかなか難しいんですよ、正直。やってみなきゃわからないみたいな。実際に、この何でしたっけ？国税の所得税と同様に、地方税の個人、住民税の基礎控除額を引き上げた場合、約4兆円の税収が見込まれるって書いてあるけど、これ数式ってどうなってるんですかってこと、絶対出さないでしょ。これ適当なんですよ、はっきり言って。だいたいこんなもんかなっていう試算してるんで、はっきりと分かる人なんて多分神でもいない限り分からないと思います。そんでもって、不景気な時に、税金ってのは取りすぎちゃいけないんですよ。なぜなら、国民生活が、あれですよね、大変になったことになってしまって、私たちね、現役世代のお金が増えないって言うと、少子化ね、少子化対策をするのにしてるんですけどね、やり方が悪いんですけど、現役世代の、所得が増えていかないと、少子化対策なんてしても意味ねえよっていうのはね、このチャンネルで何度も話しておりますが、全然ね、うまくいってませんよね。なんか今日のね、記事でもなんか、少子化大変だってまた言ってますけど、そりゃそうだよと。大学卒業してさ、しこたまさ、奨学金こさえてさ、出たらね、さらにここにね、重い税金が乗ってるようなもんですからね。若者をいじめてさ、ね、経済的にいじめて、子供を作るなんてね、考える人なんてね、いないですから。厳しくなれば厳しくなるほど、子供を作らなくなったり、家庭を持たなくなったり、一人じゃないと生活できないっていう人になっちゃいますからね。
これあれですよ、夫婦で、奨学金なんて借りてたらまさに地獄、うん、ローン地獄、社会に出た瞬間地獄っていうね、こんなひどいね世の中にしたのは一体誰なんだと、はい、自民党でございますと、はい、本当ね我々、まあ、現役世代ね、まあ、全く罰金の話もねなかなか手取りが増えてない状況でありますが、まあ、なんとかね、まあ自分は家族を持つことができたんですけれど、は悪いもんじゃないですよ家族っていうのは、まあ大変ですけどね、けどやっぱりね、人間の目的って種の保存ですからね、まあ、そういったことを考えると、まあ、家庭を顧みず働いているだけが、まあ、そうやりたい人はいいんですよ、それでもいいんですけど、まあ、実際人間というものは、まあ、種の保存というのが重要なんじゃないかなと、はい、思います。以上の話になります。厳粛財政をぶっ壊す。